久保さんいやーちょっとね、疲れましたね。有料講義を2本取りました、今日は。ちょっとパワー使いましたね。無料とやっぱ全然違いますね。<laughs> 無料、じゃあ1本取って、まあ,あ、毎月あの提供している講義があるんですけど、もう5年ですね。今月でもう5年、まるっと5年になりました。 来年からは6年目ですかね、うん。いや、毎月作り続けてきた塾の講義。そでその後ね、新商品もちょっと作ったんですけど。いや、だいぶたまりましたね、本当に。でも、たまってきた。 でもね今はねままあ、ちょっとまあ疲れますけども疲れるけどもまあ別にね8時間働いてるわけじゃないですしまあね1時間1時間まあ、2時間か大体講義1時間1時間なんですけど取ったんですけどまあ2時間じゃないですか。う まあでも続けてきたんで、ね、やっぱいっぱい講義たまってきたんでなかなかすごいコンテンツ量になってきましたねやっぱちりも積もれば山となるっていうのはまさにこのことかなと思うんですけどうんまあこれはねなかなか作れないです多分一気には無理だと思いますもうだってなんだその毎月やってる講義だけでも何本だもう5年じゃないですか 1 2る5でしょもう60本ぐらいですかそれだけで60本1日で作るって無理です多分うんうまあ塵も積もればやっぱ山となりますねうんまあこれからも頑張っていきます 山積み上げていきますいってらっしゃい